さすがヒーロー。ジェネシ。お前は下がってろ。わかりました。来なかったらお前の取り巻きをぶっ、おい、俺が世界をぶっ壊してヒーローになるか。わかった。下がっているんだ、プレミア。準備はいいかよ、ヒーロー。始めようぜ。この世界をかけたバトルってのをよ。ああ、お前のその強さについて。お前の強さは正直だったら、なんだ、お前意外そうな反応をするんだな。なぜそう思うんだ。誰だって特にあの味をし、ありえない。まあ確かに。お前らのような凡人がどんなツールを駆使し、いや、でもそのカーディナルでさえも。じゃあお前も答えろ。ジェネシス、一体な、何？俺はずっとフルダイブ経験量のこと。VR ゲームでの強さは、ステータスだけ。そして VR ゲームにはまって、食事を抜いたり、学校をサボって、それに何十時間ダイブし続けたとしても、お前の波じゃない強さは、だ、そうか。アミス、ようやく違和感の謎が解けたよ。なあ。ええ、バッチリとね。誰だ？彼女はこのオリジンの開発協力者。七色博士。なんだと。今の俺たちとのやりとりは、アミスフィアの改造とは。俺をこのゲームから消すつもりか。終わらせてやる。消えるわ。この俺が負けるわけねえ。デジタルドラッグ、見せてやる。来るぜ。前の時と同じ。くそが、弱いやつはジェネシス。瞬殺だ。ああ、わかった。Oh!
ふざけんな。なんでてめえの方が。お前に黒の剣士は似合わない。心配させちゃ。いいえ。そうだ、あの彼を倒した後、奥に行ってみよう。はい。もう一人。あの人は何も持たない私を連れ出し、そして私をティアと名付け。ティア、いつも NPC のことをモブと言い続けて。しかし人々はか、それは初めての人を撃つ。やはり人の存在、私たちを拒絶する。さあ、いいえ、プレミア、私はなぜ人は人を撃つ。人が存在する。私やあなたの都合で。それに私はどうして人間。人がこの世界、いいえ、そんな人間はいない。お互い分かり合えたかもしれないのに、拒絶し続けた人間と分かり合おうとするものか。一緒に祈らないというのなら。あ、6つの成績があの子の周りに。この世界に人が、人なんかが存在するから汚れていくんだ。まさか一人で起こすつもりなのか、大地切断を。転移したのか。あなたは与えられた役目に逆らえない。私と一緒になるのだから。お待たせ。みんなもう揃ってる？ああ、ここに来るまでに町のいろんなと。そりゃそうよね。プレイヤーたちはまったくのんきなものよね。それで残念だけど、アルゴさんが走り回って。この始まりの町は幸い被害がなかったようだ。本来大地切断というのけど、今回起きた大地切断は中途半端な状態。巻き込まれた町にいた NPC。 この世界の NPC。 この状況、まさかとっくに気づ。ですけど運営から現状に問題なしってことかしら。俺もそう思ったんだけど、もしかしたら最悪もう一人の女神の子が祈りを捧げちゃったから、ジェネシスのやつを倒。そういや、あいつを倒したとしても死に戻りして。いや、ジェ決着。あいつが並外れた強さ、そしてそれはチートでよく知られるデータ。その話をセブンから逮捕。デスゲーム以来 VR 第二のカヤ場になられたら
じゃあこれで、けど、あ、実際ジェニシスの施したそれは、そう、実はチート行為の常習犯で、そうしたこともあって、まったく、その技術をなんで、そういうことって、他にもゲーム内を荒らして、けどジェニシスは強くある、体がおかしくなってるってのに、そんな危険なことをしてまで、もう一人の女神は自分の存在する意味をジェネシス、ひょっとするとジェネシスもゲームで誰よりも強く、そうした気持ちは、そっか、ジェネシスのことは一件落着だけど、もう一人の自ら、この世界の NPC はみんな AI 化された状態、 AI 化された NPC はジェネシスや彼女が世界の崩壊を、パパ、ジェネシスはもう一人の、あの二人の関係は彼女を道具としてではなく、だからジェネ、あ、ねえ、とそういえば今日はまだ見てないの、変だね、気になる、俺だったらみんなで探そう、わかった、アインクラッドが創生された影響で、ああ、you